今回のテーマはこちらです。地方創生の取り組みをたくさん伝えていきたい宮脇が伝える、今日は東広島市の取り組みです。で、東広島市では県内唯一のブランドを全国に誇る特産品にしていこうという、今試みをしているんですけれども、パッと大瀬戸さん、東広島県内唯一のブランド何かな、何ですかね。でも東広島って言ったらやっぱり西条、お酒かなとかって思ったりもするんですけど、そうなんです、それに並ぶブランドにしていきたいというのがこちらなんです、広島県内唯一のブランド地鶏、東広島恋地鶏。これ森さん聞いたことありましたか？正直なかったです。私も知らなかったです、東広島で食べ物というと秋津のじゃがいもとか、なので、この新たなブランドをこれから開拓していこうと。恋地鶏、そうなんです、あれです、やっぱりそのあたりもポイントになってきます、広島だと赤鶏だったり、三原の私の地元だと新明鶏っていう、そうなんです。これちょっと注目したいのが、県内唯一のブランド地鶏、他にもブランド鶏ってあるなっていう感じするじゃないですか。で、これ定義があるんです。地鶏と銘柄鶏の違い、この東広島恋地鶏は地鶏で、例えば名古屋コーチンで在来種、明治時代までに導入され日本に定着した38種類の、血が 50% 以上入っています。基準があるんですね。そうなんです。で、JAS の規格に飼育方法が沿ったものを地鶏と言います。で、広島赤鶏などは、飼料や環境などこう工夫をして飼育したものは銘柄鶏ということで、地鶏に関してはこの東広島恋地鶏が県内初の唯一のブランドということになるわけなんですよ。で、名前の由来です。旨味が濃い、それからまた食べたくなる、恋しくなる、そして赤い羽がカープを連想させるということで濃い、こういった意味が込められているということなんです。羽が赤いんですね、で、推し進めているのがこちら、東広島市のブランド推進課の倉松さん。後輩も和ますダジャレ王ということなんですけれども、恋地鶏への思いは冗談ではありませんと。まず一つ、東広島市のですから新たな特産品を作りたい。で、もう一つは農業者の所得向上と雇用創出。農業者というのが、農業をやっている人が畑の一角を使ってこの地鶏を育てることができれば、農業の多角経営、確かに安定的な収入も見込まれるのではというこの二本立ての思いがあるんですね。で、なぜ東広島なのか、東広島といえばこの研究機関があります、広島大学と、共同開発したプロジェクトということなんです。東広島にあります広島大学で7年間この鳥に関して研究をしているのがこの竹之内さん。で、もともと広大が最上級のうまみを生み出す広大鶏という鳥を開発していたんです。そこに生産性を向上させるための鳥を掛け合わせることによって、去年ようやく商品ができたのがこの東広島恋地鶏ということなんですね。で、竹之内さんはとにかく知られざる鳥の魅力を知ってほしいという思いを持ち続けていらっしゃるんですね。で、いろんな成分、いろんな効果もある中でのごく一部、機能成分ですね、機能性成分ということで、疲労回復、運動機能改善、それから認知症予防、森さんも大好きな抗酸化作用がこの恋地鶏には含まれている。そうですよね。なので、私大好きなので昨日焼き鳥でした。昨日焼き鳥、鶏がですね、やっぱりこう良質な油を多く含んでいて、やっぱりこう牛とかそれから豚ってたくさん食べるとこう胃もたれする。そうですね。けど、鶏には良質な油があるので、そういった効果もこう含まれていると、どんどん食べることもできますよということなんですね。どんな環境の中でこれが育てられているのか、本当にこれが大きなポイントなんです。東広島恋地鶏飼育環境、高谷町で育てられているんですけれども、1平方メートルあたり3から5羽しか育てていない、こういった環境の中なんですね。なので、平場で自由に歩き回ることができる環境、で、JAS の基準でも10羽以下ということなんですけれども、それよりもさらに鳥にストレスを与えない環境で育てているということなんです。そして注目、育てている日数130日、
一般的な若鶏は40日から50日ということで、その3倍の時間をかけて育てているので、肉本来の味わいも凝縮されているのがこの恋地鶏ということなんです。で、私がお勧めしたいのがこちら、まあ、なんといっても炭火ですよね。これからまだあの製品開発をしている段階なんですけれども、加工品としてお土産などにもできるように今研究開発を進めています。なるほど。それを今大瀬戸さんのところにご用意しました。そうなんですよ、はい、いいんです。じゃあ恋地鶏いただきます。言葉いらないですね、これ。美味しいですね。あの噛み応えもあって、はい、しっかり旨味がボッと出るような感じで、そうなんです。で、うん、肉に含まれている油も本当に上質な油で、うん、さらにこう皮も柔らかいので食べやすいということが特徴なんですね。これ美味しいですね、はい、ですよね、うん、もう一個食べていいですね。、はい、どうぞ。で、森さんと井上さんのところには、はい、これは生ハム。生ハム、はい、ということなんです。胸の部分を使って作っていると。で、この胸の部分に特にこの恋地鶏は旨味がしっかりと含まれているということなんです。あ、鶏ハムはね、聞きますけど生ハムなんですね、はい、いただきます。あ、美味しい、うん、あ、いい塩加減、うん、ね、美味しい、美味しい、本当にいい。あの、最初ね、いい塩加減が入ってくるんですけど、噛んでたら、うん、本当肉と肉の間からすごい旨味がどんどん出てきますね、うんうん、しっかり味が濃い、やっぱりね、そうなんです。あっさりしてあまりこう味がない印象があるのが、うん、この恋地鶏は旨味成分をしっかりと感じることができるというのが特徴なんですね。高タンパク、うん、確かにね、お気に入りになります。いいですよ、はい、で、これ今どこで食べられるのかと言いますと、はいはい、東広島市内のお店でも食べられるんですが、うん、直近のイベントとして、大瀬戸さん、はい、酒祭りがあるじゃないですか。出ましたね、うん、今週末鴨鶴の会場では、これ広島県内のもう有名なシェフ、半兵衛、金和、北岡など有名な料理人がプロデュースしたメニューが食べられるんです。へえ、面白い、はい、で、一皿だいたい400円から500円ぐらいで、鴨鶴なのでお酒と一緒に、ね、味わうことができるんですよね。今もうまさに お酒欲しいですもん、ね、地鶏食べながら。そうなんですよ、はい、まあ、でも、あの、北岡の日本酒焼きとか、あ、いいですね、これまたお酒に合いそうですね。そうなんです。まあ、日本酒大好きな私が話すとですね、その日本酒の香りを生む成分と、この肉の中に含まれている脂肪酸、もともと本来同じ成分なんですよ。え、そうなので、ペアリングマッチするっていう方もいらっしゃるので、ここでちょっと、あの、まあ、鴨鶴の大吟醸などと合わせてもらったら、また違った楽しみができるかなということです。大吟醸とか言わないで飲みたくなるんで、週末まで待ってください。はい、そしてお二人にもお話を聞きました。東広島恋地鶏への期待ということで、竹野内さん、本当にいろんな方に関わってもらって、地元の人が誇るブランドにしていきたいと、うん、そしてダジャレを倉松さん、はい、東広島に恋地鶏を食べに来いっていう風に、あの、地元の方が市外県外から来た人に言ってもらえるようなものにしていきたいと。なんかこうあれですね、やっぱ王だけにダジャレもなんかこう正統派の、うん、非常にシンプルな。そうですね、まっすぐですね。まっすぐストーン、しっかりコントロールしていただきました、はい、まとめていただきました。なので、これから本当にどん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 この恋地鶏に関して、まあ、触れる機会も多いと思いますので、ぜひ知っておいていただければということです。以上、アナプレでした。